いやー、面白いですね。こんなクリエイティブとは、こうきくんが。ねえ、クリエイターですね。二人同い年。じゃあ一緒。なんか嫌ですね、自分の声。自分のは嫌ですか？これさっちゃん。あと30分か。はい、5秒前でーす。中盤ですね、多分。中盤です。はい、今日は行きまーす。好きなタイプは？どうぞ。はい、本音ラジオ後半戦始まりました。あっちゅう間に30分ですね。あっちゅう間に。早いな。どんなですか？あっという間ですよね。あっという間ですね。なんか全然楽しんでますね。うん、楽しい。なんか最初の顔と違う、生き生きだいぶ緊張が解けてきました。よかさっちゃったんのおでかげだな。名護なまり最高ですよね。名護なまりのおかげだ。はい、なんですけども、チャリさん、はい。さっきですね、こうきくんと比べて自己紹介の尺がだいぶ短いんですけど、全然自分的には満足してますけど本当ですか？ね。で、今、お二人さん、バンドのせなんか紹介もしてもらっていいですか？バンド、どんなバンドかみたいな。グレイス・ケリーさんの。はい。はい。そうですね、グレイス・ケリージャンルとは、かもジャンルとしては、何になるんだろう、パンクお願いします。あ、とパンク。か、はい。オルタナティブに入るのかな？うん。いわゆるその90年代に出てきたグリーンデイとかオフスプリングとか、そういう、なんていうのかな、そのハードロック、それ以前のハードロックのゴリゴリした感じではないんだけど、新しいロックの形として出てきた、まあ90年代からの なんかごめんなさい、分かりづらいと思うけど、聞きやすい、そうメロコアみたいな感じの、確かに聞きやすい。聞きやすい激しい音楽なんだけど、メロディーもちゃんと聞けて、歌詞もちゃんと聞けてっていうジャンルだから、まあメロコアって言ったら一番近いのかな。なるほど。はい、そんな感じかな。わかんない。どうなんですか、チャーリーさん。そうですね。そんな感じだと思います。はい、チャーリーさん、あとですね、はい。他のメンバーさんと、あとパートの方を教えてください。ギター担当、リードギターになるの、安名っていうのと、女性？いや、男性ですよね、男、ヤスナさん。はあ、黒い、コナンの犯人みたいな黒ずくめの感じの、デジ恋じそう、ゃないですか。みたイメージい悪な。ヤスナみたいなイメージ。そうそうそう。こう聞いてて頭笑ってるはず。ヤスナさん、なんで今日連れてきてないですか？あ、仕事って言ってそう、仕た。事。あー、で、そっかそっか。じゃあまたね、今度、ぜひ、そう、チャリぜがひ、いるぜひ来てくとき、まださい。た学べば。はい。ヤスナさんと、と、ちょっとドラムのちっちゃい子がいるんですけど、のぞむくんが。はいはい、のぞむくんね。そうそうのそぞむは来てないか。チャタンでラジオ。そう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 、チャタン、そう、のぞむのラジオとかは何回なんかかやっ出やってたこたとね。がある。なんか、そののぞむくんもね、結構多様な方ですそうね。多ね、彩な方です多ね。彩だね、あいつも。なんかラジオもやってるし、ギターとかも。何でもやるからね、ドラムドも。ラムも。歌もやりますもんね。歌も上手だし。そういう人が一人いたらバンド結構すげえ助かる、助すかりげえます助かね。る。確かに。じゃあ、のぞむくんが今ドラムされてる。そうですね。そしてあと2人ですか？え、っていう感じ。そうそう、自分たち2人。チャリーさんはパートって、あ、ベースとコーラス。あ、コーラスも入ってるんですそうね。ですね、もう高くあるんですか？要ですね、コーラスの。うわー。チャーリーさんがいないとね、できないですよ、グレースのえ、コーラスは。あ、そうなんですか。結構あれですか、がっつり入ってる感じですか？結構ほとんどの曲入るよね。ね、勝手に入ってる。すごいな。勝手にだっけ？勝手に入ってんだ。ちょっと許可は でもハモるの楽しいですよね。楽しい。裏をつくというか。そうそうそう。なるほどね。そして、メインボーカルのこうきさんですね。4人からなるグレイス・ケリーさん。今後はまたいろいろイベントもあると思うんですけどね。そうですね。本格的な、また告知もですね。告知っていうほどでもないんですけど、その今計画してるイベントが1個、その野外でインディーズっていうか、俺らみたいにその、まあ、メジャーじゃないけどすごく頑張ってる若手のアーティストとか、もっと言ったらダンスとか演劇とかのジャンルも交えて、ちょっと今外でできるところっていうか、そういうところを探して、その今イベントの計画を練ってるって感じかな。いいですね。また、この広告の方もですね、
また後半の方でお願いします。ぜひぜひ。はい、なんですけど今日のテーマですね、先ほどですね、あのちょっとチャーリーさんがですねどうしてもあの恋バナをしたいっていう形で言ってたので二人はどういうタイプが好きなんですか。夏が終わる前にちょっとタイプだけ聞いて嫌いなのは年上の人と。え、うん、え、バッサリ、なんかそうなんですね、はい、いやえ、そうなんですね、うん、だ、外見はその外見的に、あ、外見年上の人が嫌い、うん、あんま好きじゃない。へえ、面白いですね、うん、対象としては。なるほど、うん、ちなみにチャーリーさんお今26、今年27、26歳お7ですね、今年27歳、うん、今年なので、もう必然的に27歳以下がタイプみたいな感じですね。これなんで年上の人が嫌なんですか。うーん、私のイメージがびっくり、扱いにくいというかちょっと気使う感じですかね、うん、気…なんか…なんかね、あれさ、なるほど、なんかあれ、なんかあれですよね、うん、恋バナ多分慣れてないですよね。慣れてないのかな。それとも聞く方なんでいつも18禁ワードが出てくる。ああ、ですよね。何なのか分かんない。結構じゃあラジオでいない。ラジオではあんまり適さない。なるほど、そうだ、ね、恋愛体質の申し訳ない。コキさんどんな人がタイプなんですかね。コキさんもね、エマ・ワトソンですよ。がっつり外国の人。死にかわいい。かわいいですよ、エマ・ワトソン。エマ・ワトソン、エマ・ワトソンさん金髪ですね。金髪、地毛は多分黒っぽいと思うけど染めてるんじゃないかな。持論なんですけど、はい、結構世界的にモテるこの海外のこの女性の顔って私似てると思うんですよ、うんうんうん、伝わります。例えばジャスティン・ビーバーと付き合ってた人、いっぱいいるよ、あの黒髪のあの可愛い人誰だろう。なんか、なぜか黒髪でラテン系の顔みたいなのはなんか モテる気がする。なんか顔だけはっきりしてる感じの。そうそうそう、はっきりして、あとフィフスハーモニーさんとか聞きます。あー、知ってるけど。真ん中とかなんかみんな似てる感じ。アリアナグランデスとかなんか、そうね、みんななんか、なんか似てる感じ、ね、あるかもしれない、うん、その言いたいことは今ちょっと伝わった。あ、よかったです、うん、だからそうかもしれない。今研究してますね、なんかどんな人が受けるのかみたいな感じなんですけど、うんうんうん、特に多分いつも音楽一生懸命やられてると思うんで、まあ、恋バナはここまでにしましょうかね。いや、待って、さっちゃんの聞いてないじゃん。あ、確かに。さっちゃんのその辺の事情はどうなんでしょうか。そこみんな気になってる。いやいやいや、リスナーはそこしか今求めてない。いや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 、いや、リスナーもよく笑ってる人ですよね。いや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 、何そのアンパイに送りに行ったんですか。いやー、もういつも FM 技能は本音ラジオ聞いてる人ですよ、全然。それはもう違います。分かりました、じゃあここまで、ここまで来たら、まあ、ぜひぜひ。でも何言っても笑ってくれる人じゃないですか。いや、そこに落ち着く。そこがあれなの、じゃあ本当にそうな感じ。あ、尊敬できる人ですね。尊敬できる人、はい、うんうんうん、人間的にね、人間的に尊敬、うんうんうん、これ恥ずかしいですね、確かに。恥ずかしいですよ、ラジオですよ。これ本当恥ずかしいですね、うん、今。そうだよ、はい、すいません、やっぱラジオで恋バナするもんじゃないですね。ですね、はい、自分でやっていてこんな時しかできないから。そうですね、ありがとうございます。とあとですね、私が気になってるのがですね、今回このやっぱ本音ラジオは夢を追いかけるこの子供たちとか若者さんに背中を押す番組なんですけども、音楽をやりたい人、あとは好きなことをねやりたいけどやり方がわからない、できるかなと、あと両立できるかなみたいな人もいるんですけど、やっぱり今2人ねお仕事されて、でも音楽してちょっといろいろ苦労とかもあると思うんですけど、今までちょっと壁に当たったやつさみたいなのあります。その夢を追っかける上で、そうそうそう、なんかぶつかったなみたいな。絶対あると思うんですよ、両立とか、うん、厳しいやつさとか、
どうかな、あれば聞きたいですね。バンドをやって仕事もやってっていうのは多分ほぼ全ての人が通る道だと思う、うん、そのバンドでどうにかなりたいって思ってるやつは、うん、仕事をだって食うためにはしなきゃいけないじゃん。そうですね。でそこを全部ぶっ飛ばしてなんかバンドだけやってるやつももちろんいるけど、すごい多分普通の人っていうか普通っていうかそのなんだろう、まあ、うん、道からめちゃくちゃ外れるっていうことをしない限りは、うん、まあ働かなきゃいけないわけじゃん、うん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 。でだからそのなんていうのかな、一番キーになるのはそのビハインドを感じないでいいんじゃないかなって俺は思ってて、ビハインドというかその後ろの仕事をしちゃってるから、そのなかなかなんだろう、その二足のわらじでうまくいかないとかじゃなくて、多分それはほぼ全ての人がそうそうそう、うん、そうだと思うから、うん、その仕事をなんかビハインドしないで、だから俺はそのなるべくそういうクリエイティブななんだろう気質に触れれるとかクリエイティブな場所に携われるような仕事に、まあ、なるべく寄せてたり、でもやっぱそういうやつっているから、その好きなことをやりたいけど、うん、それだけじゃ食っていけないからっつって、それに近い、まあ、楽器屋さんで働くのもそうだと思うけど、うん、まあ、何かしらそうやってあの、はあはあ、うまく折り合いはつけれるんじゃないかなっては思いますね。なるほど。でそのお仕事もあの自分で選択して寄せていくというか、寄せていくっていう、すごいですね。確かに、うん、あとバンド同士で喧嘩とかないんですか？喧嘩どう？聞きたいね、ここだけラジオでなんかあるんじゃないですか？喧嘩はない、そんなにがっつりなんていうの、子供みたいな喧嘩はないですね。確かに誰々と仲いいとかただみんなあれだよ、理解力があるから、意外とこの、そうそう、俺がこの受け入れる体制が、バンドっていうと俺がほぼやりたいことを言ってそれをみんなが頑張ってやってくれるみたいな、そうそう感じのなんかあれができてて、うんうん、なの で俺もそのこれやってって言った時にその逆の提案、これはどうなの、こういうふうにしたらどうっていうのを全く聞かないっていうのは絶対それフェアじゃないから、そうそうそう、そこはやっぱりいいもんはいいと思って聞くようにしてるし、後期はちゃんと聞いてくれるからな、そういうのも、その音楽的なこの対立でめちゃくちゃその喧嘩とかはないんですね。そんなにないか、少ないことはあっても、あ、意外ですね。意外だよね。意外ですか。いや、なんか、いや、ありそうじゃない、一般的なね、うん、じゃあバンドさんというかやっぱグループになるといざこざってあるのかなみたいな、あ、うん、めっちゃイメージがあったんですけど全然なんか覆されましたね。あ、そうですか、うん、なんか仲いいんですね。いや気になりましたよ、うんうん、でもいろんなタイプいると思うけど、その4人が4人みんななんか横に立ってやってるようなバンドももちろんいると思うし、うん、1人が結構いろいろ決めてそれに合わせて周りがやっていくっていうバンドもいると思う。そうそうそう、あー本当ですか、うん、タイプによると思います。あー、ありがとうございます。いや今日そう思ったのが、今日とあるね、まあメインプレスで、那覇のメインプレスで今まあまあガールズグループが来てたんですけど、うん、はい、あ、はい、なんですけどね、うん、すごい盛り上がったんですよライブ自体、うん、でもその後のあの写メ会写メ会で、うん、やっぱ人気のある人はずっとパンパンママ撮ってるんですよ、ツーショット、ね、あのね、あの、人気がちょっとないのはやっぱり一人二人出てくるわけで、うんうん、で撮るばってんですよ、えー、だからやっぱりあのね、え、あの何かしらあるのかなって、今日グレース・ケリーさんもちょっと不明やった、うちで言えばもういつもチャーリーさんの前にみんなお腹を触るためにこうやって待ってる、愛されてるチャーリーさん、なんでこんなモテないんだろうボーカルなの絶対モテてますってね、イケメンですよ、うんうん、それか男にモテてるんですかね、そっちの方が多いかもしれないです拒否してくださいよ本当にあ、でもこの、うん、何、あ、リスナーさん、はい、野の中の銀の、なんですかこれ、ホタルさん、クロエグログレースモレッツさんもうめっちゃ好きですね、僕も、もうエマ・ワトソンの次に綺麗なんじゃないかっていう、最近話題になったからね、このクロエグレースモレッツ、キックアスの女の子、グレースっていう映画のサッカーのキックアスっていうね、なんかアクションコメディみたいな映画の女の子がいるんだけど、あ、見たいです。その子はあのデビッド・ベッカムの長男と付き合って話題に、
デビッド・ベッカムの息子さんはもう大きくなってるんですかね。大きくなってるね、うん、絶対かっこいい。18、19とかじゃないかな多分。あ、絶対かわいい、うん、めっちゃかわいい。なるほどね。あとなんですけど、チャリさんは今音楽やってるけどちょっと困難だったなってことあれば、うん、音楽やってて、あと楽しいなってやつあったと思うんですけど、一番ちょっと大変だったこととかあれば。あ、やっぱ思い通りに進まない時かな。例えば、例えば、あ、この、うん、初めてバンドを組んだ時に、うん、あ、もうこれはいけると思ったんだけど。え、うん、あ、グレースの前、いけるってどういう意味ですか。このグレースの前で、うん、グレースの前に、あ、もうこれちょっといいとこまでいけるじゃないかっていうぐらい、もうみんなの気持ちもすごかったんだけど、うん、はい、やっぱりその思い通りにいかなくて、うん、で結局時間が経ってしまって解散したんだけど。あ、なるほど。そう前のバンドがってことですよね、うん、へえ。あ、それはきついですね。そうやっぱ、うん、なるほど、難しいね、うん、このプロになるとかはってことですか、うん、結構前のバンドも含め活動本格化だったんですよ。いや、そういうわけじゃないのかな、うん、そこまでいけなかったのかもしれない、この活動の範囲が、うんうんうん、いけないでちょっとグダグダしちゃって、うんうん、やっぱ難しいですね。物は良かったと思うんだけど、このグループ的にも、曲的にも良かったと思うんだけど、うん、やっぱその活動をするにあたってあんまりいい感じに進まなかったっていうのがあって、うん、結局時間だけ過ごして、うん、でもうタイムリミットっていうか、みんなそれぞれ別の道へ、そうそうそう、年取っていくと。でもそれでもまた違うバンドを結成してやりたいってことは、音楽がやっぱり相当好きなんですね。好きですね。もう音楽なしでは生きていけられます、うん、二人さん。もう仕事だけやるってこと。それはちょっときついな。きついですやっぱり、うん。それはちょっときついな。どうにかでも続けたい。そうですね、だからもう最低限自分の中で、うん、あの部屋でずっとやってるだけでも多分触ってないと。へえ、かっこいいね。本当に好きなことなんですね。みんなそうだと思うけど、うん、やってる人はね、やってる人、お金もらわなくても全然やっていける。実際全然その収入につながってるっていう、うん、バンドはそんなにいないんじゃないかな、うん、そのインディーズとかじゃうまくね、その本当メジャーとかでがっつり売れない限りはそんなにないんじゃないかな、うん、確かに。なるほど、うん、これからまたね新しいバンドできてですね、グレース・ケリーさんでやっても、うん、もしかしたらまた前よりねいい方向にもちろん行くと思いますし、うん、やりたいことができるかもしれないですもんね。だってまだ26歳ですもんね。もう26歳だよ。バンド界ではそうなんですか。バンド界どうなんですかね。全然26歳どうなんですか。自分たちちょっと30近くなったら考えることいっぱいある、やっぱり。あ、やっぱみんなそうなんだ。安心した。そうそうそう、やっぱ30が結構あれなんですよ、うん、は、じゃあみんなの中ではこの、いや、結婚だ、結婚も考えますよね。いや、結婚は考えない。考えない。じゃあその進路の方向性、何歳までです、うん、自分たちの、あ、そのバンドの活動として、どうなんだろう。俺はそのそういうリミットっていうか、そのなんていうの、がっつりこのこうやってラジオに出て CD 作って、そのライブしまくって、その人に知ってもらおうっていう活動をするのは、そのそうだ、27とかその辺で、 あとはもう別に好きなことだから、別に売れようが売れまいが、うん、その後は別にライフコースを勝手にやっていくと思うし。なるほど、うん、なんでじゃあ特にもう10代のこの若い人たちにアドバイスできることって言ったら何ですかね。チャーリーさん。じゃあいいですか。そうですね、やりたいことがあるんだったらとりあえずやってみた方がいいと思います。俺はいいですね、うん、どう転ぼうがとりあえずやってみて、うん、でいけそうだったらやる。超思います、うん、
本当にそれは思う。そうね、本当ちっちゃい、なんかいきなりさ、でっかい規模ででっかいことやろうぜとか、でっかいとこ目指そうぜじゃなくて、本当に小さいことでも小さい規模でいいから、その自分の理想の形に近いものを一回やってみて雰囲気掴んでいったり、でうまくいけばそれがもっと大きくしていけばいいと思うし、そうですよね。本当にもう10代とかもう20代の前半も本当にお金で買えないですよね。どんどん挑戦してほしいと思います。はい、ここでですね、今日ラストの曲いきましょう。はい、よろしいでしょうか。曲紹介、2曲目はそうですね、グレースにすごく影響を与えてくれたバンド、グリーンデイのカバーをお届けします。グリーンデイでバスケットケース。間に合ったって、間に合ったって、えびっくりした、来た、初音、あ、本当に来たよ、エコザイルさん、こんにちは、してどなたでしょうか、知り合い、うん、知り合いでしょ、あ、ちょっとだけ少々かな、あ、今言ってる、あ、こんにちは、有名な曲ですね、こんにちは、本当に来てくれたの、おざゆさん、最後に言おうとしたから、あ、そうなんだ、結構経つの早いですね。そうですね、もうエンディングなんで、やるで、ちゃんと普通にじゃ来てくれたんですね、ラジオがあるから、なんでそのラジオ来てるか、ここで、ここでやってますね、あ、何ですか、ラジオ、あ、はい、流れてます、めっちゃいいわいい音、いい音、いい音質、ラジオで流れてるから、嬉しい、やっぱ顔な、これも顔なのか、似てほしい顔だと、お母さんが見えて、あ、そうだね、これは、たぶんコーヒーってやつだったの、本画じゃない、本画でこれだったら多分今度材料だけで違うわけないけど、本物って言われても 嘘つかない、本物ってね、難しいんだよこの定義が、コーヒーって言っても完全にプラスチックでもないし完全に革でもない、へぇ、こんなのは分かるの、これはもうすぐ分かる、へぇ、雨に濡らしたから濡らさない方がいい、こっちにしよう、で濡れて もう乾かすのさ、大丈夫、大丈夫、エンディング2分ぐらいです、はい、すいません、盛り上がってですね、あ、何分したんですか、やっぱ最後言うことある、もう一応告知もちらっと触れて、3週も私来週言えば大丈夫なんで、うん、56までお願いします、死にギリギリじゃないですか、ギリギリ、でもそれぐらい喋ったんで早いね、楽しい、死ぬ、ありがとうございますね、コメント。あ、コメント、はい。話が盛り上がったんで。あー、気づかないと思った。大丈夫ですよ。ありがとうございます。今日で13なんで、約60人が見てます、全然。チャリさん、コウキ君ってもっと皮が出したらもっと面白いですよ。ですよね。こんな感じですか。皮。皮が出したら。本当どうなんだよ、その。これ今日引きこもりだから、そのライブをするときはすごく威勢がいいのかもしれないけど、通常別にこんな感じだよね、うん、あ、そうなんですか、もっとなんかボケの回数が多いかなぐらいシュールな感じでボケそう、うん、最初ボケ伝わんなかったもんね、最初の感じの、例えば、
ペヤングはもうライブハウスでしたときあれ僕伝わんないと思ったやだこのラップ殺しゲームすごいです。俺のあれが多かった。確かにあのボケてませんね、たまに。ボケてたけど、伝わる。違う。はい、CM は続か、開けまーす。うんじゃないですか。どうぞ。はい、ホネラジオ、今週のゲストは、グレス・ケリー、山口と、チャーリーです。はい、さーい。ありがとうございました。ですけど、どうでしたか、今日のラジオ。ラジオ面白かった、一瞬でしたね。楽しかった。超嬉しい。本当ね。いやもうオリンピック終わったからどうなるかなと思ったんですけど、全然沖縄もまだまだ暑いですね。暑いですね。そして FM ギヌアもまだまだ暑いですね。暑いですね。はい、また来週も激アツな話題とですね、またゲストもまた紹介していきますんで、また今後ともよろしくお願いします。はい、最後に一言お願いします。一言、グレス・ケリーはまだまだこれからもっと活動していろんな人に知ってもらいたいなと思っていますので、はい、どこかで見かけたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということだけで今週のゲストはグレイス・ケリーさんです。今後との活動も皆さん応援してもらえるかな。いいと思う聞いてね。はい、はい、以上ホネラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。お疲れ様です。リアルな長寿量です。長寿量ですね。めっちゃ無理ですいません。でも合わせないといけないいや本当に約50名でできるのができるお疲れさんです。コメント来てる。面白かった。それが一番嬉しいですね。独特の緊張感が、うん、あれあれ、さっちゃんともっとこう、仲良くなりたい ね。そうだね、仲良くやって喋って、 そしたらまたもっと面白い、無茶振りとかもできる。2回目だったし、ね、結構、あれだよね、土壇場でやり取りしてるよね俺ら、うん、そうだってうん、企画者の方、名前なんでしたっけ、今さっき言った、新川氏じゃなくて、新川さんも結構喋ってたんですけど、で結構ゲストさん、仲いい人だったんですけど、こうきくんは、本当にあのイベント以来なんで、結構、無茶ぶり仲いいですね。ごめんね。あれから会ってないの？ちょっと普通にみんなで飲みに行ってからね。そうだね、ほんとフランクなトークがしたいね。絶対面白いと思う。ね、そこまで。次のライブは11月12日。11月ぐらい。まだ決まってないけど話が来てる。その出演決定はしてないけど話は来てるっていうのはあって。で、その11月には自分たちの主催イベントをやろうかなって。内容どんな感じなの？内容はね、そのここと結構似てて、すっごい分かりやすいあれで言うと、あとワンダフルワールドがある。それでメジャーなアーティストがこうやっぱり人目に触れれるわけじゃん、うん、でもああいう場所って相当な上の日本のトップの人たちしか出れないから、うん、そういう、はいはい、ちょっとでもこのなんか地元にスポット当ててみたいな、はい、で周りでも頑張ってやってたけど、それをそのライブハウスにお客さん来いっていうのはずっとやってたことだから、それを野外でフェスってことですか？フェスみたいな感じで、そのインディーズみたいな頑張ってるやつらにスポット当てられたらなと。わあ、めっちゃいい企画。それの時間、その日にちと出演が2組ぐらい決まってるんだけど、場所がまだそのいろいろ2点3点あってまだ決まってないっていう、結構焦ってる。野外ってことは外でやれば。外であればいいかな、うん、でもそのいろんな規制が出るから、ね、外音とか。なるほどね。ゴミとかもいろいろ考えられるし。今そのアラハビーチのステージとか今海行くいいのかなって。そう、連絡取っていろいろ企画書とかにしてみて。
そこなんかできることあってください。あのね、場所なんかいいとか知ってるの？そういうコンセントですか？適当でやったらいいです。波の上は沖縄国。いやー面白いですね、こんなクリエイティブとは。コウキ君がね、クリエイターですね。2人同い年、こっちは一緒。なんか嫌ですね、自分の声。自分のは嫌ですか？これさっちゃん、あと30分か。はい、5秒前です。中盤ですね、多分。マイク開けます。好きなライブはどうぞ。はい、本音ラジオ後半戦始まりました。イエーイ。あっちゅう間に30分ですね。あっちゅう間に。早いな。どんなですか？あっという間ですよね。あっという間ですね。なんか全然楽しんでますね。うん、楽しい。なんか最初の顔と違う、うん、だいぶ緊張が解けてきました。よかったです。名古なまり最高ですよね。名古なまりはい、なんですけどもチャリーさん、はい、さっきですね、コキ君と比べて自己紹介の尺がだいぶ短いんですけど全然自分的には満足してますけど、ね、本当ですか、はい、で今お二人さんバンドのなんか紹介もしてもらっていいですか？バンド、どんなバンドかみたいな。グレイス・ケリーさんの。はい、はい、そうですね、グレース・ケリーはジャンルとかも、ジャンルとしては、うん、何になるんだろう、パンクとか。あ、パンク、はい、オルタナティブに入るのかな、うんうんうん、いわゆるその90年代に出てきたグリーンデイとかオフスプリングとか、うん、はい、そういうなんていうのかな、そのハードロック、うん、それ以前のハードロックのゴリゴリした感じではないんだけど、新しいロックの形として出てきた、はい、まあ90年代からのなんかごめんなさい、分かりづらいと思うけど、あの聞きやすい、そうメロコアみたいな感じの。確かに聞きやすい、その聞きやすい激しい音楽なんだけど、メロディーもちゃんと聞けて歌詞もちゃんと聞けてっていうジャンルだから、まあメロコアって言ったら一番近いのかな。なるほど、はい、そんな感じかな。分かんない、うん、どうなんですかチャーリーさん。そうですねそんな感じだと思います。はい、チャーリーさん、あとですね、はい、他のメンバーさんと、うん、あとパートの方を教えてください。ギター担当、リードギターになるの、安菜っていうのと。女性？いや男性ですよね。男、安菜さん、うん、あ、黒いあのコナンの犯人みたいな黒ずくめの感じのデジ恋じゃないですか、みたいな安菜みたいなイメージ。こう聞いてて頭笑ってるはず安菜さん、なんで今日連れてきてないんですか？あ、仕事って言ってた。そう、仕事、うん、あー、そっかそっか、うん、じゃあまたね、今度ぜひ、ぜひ来てください、ま、はい、安菜さんと、とちょっとドラムのちっちゃい子がいるんですけど、のぞむくんが。あーはいはい、のぞむくんね。そうそうそう、のぞむは来てないか、チャタンでラジオ、うん、そう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 、チャタン、そう、のぞむのラジオとかを何回かやったことがある、うん、なんかそののぞむくんもね、結構多様な方ですね、うん、多彩な方ですね、多彩だね、いつも。なんかラジオもやってるし、ギターとかも何でもやるからね、うん、ドラムも、ドラムも、うん、歌もやりますもんね、歌も上手だし、そういう人が一人いたらバンド結構すげえ助かる、助かりますね、すげえ助かる、確かに、うん、じゃあのぞむくんが今ドラムされてる、うん、そうですね。そしてあと2人ですか、ね、え、うん、そうそう、自分たち2人。チャリーさんはパートって、あ、ベースとコーラス、あ、コーラスも入ってるんですね。そうですね、高くあるんですか、要ですね、コーラスの。わー、ね、チャリーさんがいないとね、できないですよ、グレースのコーラスは。あ、そうなんですか結構あれですか、がっつり入ってる感じですか、うん、結構ほとんどの曲入るよね、ね、勝手に入ってる、すごいな、勝手にだっけ勝手に入ってんだ、うん、ちょっと許可は空いてでもハモるの楽しいっすよね、うん、楽しい、裏をつくというか、そうそうそう、なるほどね、うん、そしてボーカルの、メインボーカルの、はい、コウキさんですね。4人からなる、うん、グレース・ケリーさん、今後はまたいろいろイベントもあると思うんですけどね、うん、そうですね、本格的なまた告知もですね、告知っていうほどでもないんですけど、その今計画してるイベントが1個、その野外でインディーズっていうか俺らみたいに、うん、そのまあ、メジャーじゃないけどすごく頑張ってる若手のアーティストとか、うんうんうん、もっと言ったらダンスとか演劇とかのジャンルも交えてちょっと
今外でできるところっていうか、そういうところを探して、その今イベントの計画を練ってるって感じかな。いいですね。またこの広告の方もですね、また後半の方でお願いします。ぜひぜひ。はい、なんですけど今日のテーマですね、先ほどですね、あのちょっとチャーリーさんがですね、どうしてもあの恋バナをしたいっていう形で言ってたので二人はどういうタイプが好きなんですか。夏が終わる前にちょっとタイプだけ聞いて嫌いなのは年上の人と。え、うん、え、バッサリ。なんかそうなんですね、はい、いやえ、そうなんですね、うん、だ、外見は、その外見的に、あ、外見、年上の人が嫌い。うん、あんま好きじゃない。へえ、面白いですね、うん、対象としては。なるほど、うん、ちなみにチャーリーさんお今26、今年27。26歳。おお、7ですね、今年27歳、うん、今年なので、もう必然的に27歳以下がタイプみたいな感じですね。おい、なんで年上の人が嫌なんですか。私のイメージがびっくり、扱いにくいというか、ちょっと気使う感じですかね。うん、気、うん、なんかなんかね、あれさ。なるほど。なんかあれ、なんかあれですね、うん、あの恋バナ多分慣れてないですよね。慣れてないのかな。それともあの聞く方なんで、いつも18禁ワードが出てくる。ああ、ですよね。なんなのかわかんない。結構じゃあ、あのラジオでいない。ラジオではあんまり出さない。なるほど。そうだ、あの恋愛体質の申し訳。コキさんどんな人がタイプなんですかね。コキさんもね、エマワトソンですよ。がっつり外国なんだ。死にかわいい。かわいいですよ。エマートさん、エマートさん、エマートソンさん、金髪ですね。金髪、地毛は多分黒っぽいと思うけど、染めてるんじゃないかな。持論なんですけど、はい、結構世界的にモテるこの海外のこの女性の顔って私似てると思うんですよ。うんうんうん、伝わります。例えばあのジャスティン・ビーバーと付き合ってた人、あのいっぱいいるよね。あの黒髪のあの可愛い人誰だろう。なんかなぜか黒髪で、あのラテン系の顔みたいな、なんか モテる気がする。なんかあの顔立ちはっきりしてる感じの。そうそうそう、はっきりして。あとフィフスハーモニーさんとか聞きます。あー、知ってるけど。真ん中とかなんかみんな似てる感じ。アリアナグランデスとか、なんかそう、ね、みんななんか、ね、なんか似てる感じ、ね、あるかもしんない。うん、その言いたいことは今ちょっと伝わった。あ、よかったです、うん、だからそうかもしんない。今研究してますね。なんかどんな人が受けるのかみたいな感じなんですけど、特に、まあ、多分いつも音楽一生懸命やられてると思うんで、まあ、恋バナはここまでにしましょうかね。いや、待って、さっちゃんの聞いてないじゃん。あ、確かに。さっちゃんの、あの、その辺の事情はどうなんでしょうか。そこみんな気になってる。いや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 、リスナーはそこしか今求めてない。いや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 、いや、リス、いや、じゃあもう、あの、よく笑ってる人ですよね。いや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 、何そのアルパインに置きに行ったんすか。いやー、もういつも FM 技能は本音ラジオ聞いてる人ですよ。全然それはもう違います。わかりました。じゃあここまで、ここまで来たら、ぜひぜひ。でも何言っても笑ってくれる人じゃないですか。いや、そこに落ち着く。そこがあれなの。じゃあ本当にそうな感じ。あ、尊敬できる人ですね。尊敬できる人、はい、うんうんうん、人間的にね。人間的に尊敬できる、うんうんうん、これ恥ずかしいですね。確かに恥ずかしいですよ、ラジオですよ。これ本当恥ずかしいですね、うん、今。そうだよ、はい、すいません、やっぱラジオでこういうマナーするもんじゃないですね。ですね、はい、自分でやっていてこんな時しかできないから。そうですね、ありがとうございます。とあとですね、私が気になってるのがですね、今回このやっぱ本音ラジオは、この夢を追いかけるこの子供たちとか若者さんに背中を押す番組なんですけども、音楽をやりたい人、あとは好きなことをねやりたいけどやり方がわからない、できるかなと、あと両立できるかなみたいな人もいるんですけど、やっぱり今二人ね、あのお仕事されて、でも音楽して、ちょっといろいろ苦労とかもあると思うんですけど、
今までちょっと壁に当たったやつさみたいなのあります？その夢を追っかける上で、そうそうそう、なんかぶつかったなみたいな。絶対あると思うんですよ、両立とか、うん、厳しいやつさとか。どうかな、あれば聞きたいですね。バンドをやって仕事もやってっていうのは多分ほぼ全ての人が通る道だと思う、うん、そのバンドでどうにかなりたいって思ってるやつは、うん、仕事をだって食うためにはしなきゃいけないじゃん。そうですね、でそこを全部ぶっ飛ばしてなんかバンドだけやってるやつももちろんいるけど、すごい多分普通の人っていうか普通っていうかそのなんだろう、まあ、うん、道からめちゃくちゃ外れるっていうことをしない限りは、うん、まあ、働かなきゃいけないわけじゃん、うん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 。でだからそのなんていうのかな、一番キーになるのはそのビハインドを感じないでいいんじゃないかなって俺は思ってて、そのビハインドというかその後ろの仕事をしちゃってるから、そのなかなかなんだろう、その二足のわらじでうまくいかないとかじゃなくて、多分それはほぼ全ての人がそうそうそう、うん、そうだと思うから、うん、その仕事をなんかビハインドしないで、だから俺はそのなるべくそういうクリエイティブななんだろう気質に触れれるとかクリエイティブな場所に携われるような仕事に、まあ、なるべく寄せてたり。へ、でもやっぱそういうやつっているから、その好きなことをやりたいけど、うん、それだけじゃ食っていけないかなって、いるそれに近い、まあ、楽器屋さんで働くのもそうだと思うけど、うん、まあ、何かしらそうやってあの、はあはあ、うまく折り合いはつけれるんじゃないかなっては思いますね。なるほど。でそのお仕事もあの自分で選択して寄せていくというか、寄せていくっていう、すごいですね確かに、うん。あとバンド同士で喧嘩とかないんですか？喧嘩どう？聞きたいね、ここだけラジオでなんかあるんじゃないですか？喧嘩はない、そんなにがっつりなんていうの、うん、子供みたいな喧嘩はないですね。確かに誰々と仲いいとかただみんなあれだよ、理解力があるから、意外とこの、そうそう、俺がこの受け入れる体制が、バンドっていうと俺がほぼやりたいことを言ってそれをみんなが頑張ってやってくれるみたいな、うん、感じのなんかあれができてて、うんうん、なので、で俺もそのこれやってって言った時にその逆の提案、これはどうなの、こういう風にしたらどうっていうのを全く聞かないっていうのは絶対それはフェアじゃないから、そうそうそう、そこはやっぱりいいもんはいいと思って聞くようにしてるし、後期はちゃんと聞いてくれるからな、そういうのも。その音楽的なこの対立でめちゃくちゃその喧嘩とかはないんですね。そんなにないか、作ることはあっても意外ですね。意外だよね。意外ですか。いやなんか、いや、ありそうじゃない、一般的なね、うん、じゃあバンドさんというかやっぱグループになるといざこざってあるのかなみたいな、うん、めっちゃイメージ終わったんですけど、全然なんか覆されましたね。ああそうですか、うん、仲いいんですね、うん、いや気になりましたよ、うんうん、でもいろんなタイプいると思うけど、その4人が4人みんななんか横に立ってやってるようなバンドももちろんいると思うし、うん、1人が結構いろいろ決めてそれに合わせて周りがやっていくっていうバンドもいると思う。そうそうそう、ああ本当ですか、うん、タイプによると思います。ああありがとうございます。いや今日そう思ったのが、今日とあるね、まあ、メインプレスで、那覇のメインプレスで今、まあ、ガールズグループが来てたんですけど、うん、はい、あ、はい、なんですけど、ね、すごい盛り上がったんですよ、ライブ自体は、うん、でもその後の、写メ会、写メ会で、やっぱ人気のある人はずっとパンパンママ撮ってるんですよ、ツーショット、人気がちょっとないのは、やっぱり。一人二人出てくるわけで、うんうん、で、つるばってんですよ、うん、だからやっぱりあのね、あの何かしらあるのかなって、今日グレース・ケリーさんもちょっと不明だった。うちで言えばもういつもチャーリーさんの前にみんなお腹を触るためにこうやって待ってる。愛されてるチャーリーさん。なんでこんなモテないんだろうボーカルなのに絶対モテてますってね。イケメンですよ、うんうん、それか男にモテてるんですかね。そっちの方が多いかもしれない。拒否してくださいよ本当に。あでもこの、うん、何、あリスナーさん、はい、野の中の銀の何ですかこれ、ホタルさん、クロエグログレースモレッツさんもうめっちゃ好きですね僕も。もうエマワトソンの次に綺麗なんじゃないかって、うん、最近話題になったからねこの子、クロエグレースモレッツ、キックアスの女の子、グレースって映画のサッカーのキックアスっていうね
なんかアクションコメディみたいな映画の女の子がいるんだけど、あ、見たいです。その子はあのデビッド・ベッカムの長男と付き合って話題になって、デビッド・ベッカムの息子さんはもう大きくなってるんですかね。大きくなってるね、うん、絶対かっこいい。18、19とかじゃないかな多分。あ、絶対かわいい、うん、めっちゃかわいい。なるほどね。あとなんですけど、チャリさんは今音楽やってるけどちょっと困難だったなってことあれば、うん、音楽やっててあと楽しいなってやつあったと思うんですけど、一番ちょっと大変だったこととかあれば。やっぱ思い通りに進まない時かな。例えば例えば、あ、この初めてバンドを組んだ時に、うん、あ、もうこれはいけると思ったんだけど、え、うん、あ、グレースの前、いけるってどういうんですか。このグレースの前で、うん、グレースの前に、あ、もうこれ、え、ちょっといいとこまでいけるんじゃないかっていうぐらい、もうみんなの気持ちもすごかったんだけど、うん、はい、やっぱりその思い通りにいかなくて、うん、で結局時間が経ってしまって、あ、解散したんだけ ど、 そうそうそう、前のバンドがってことですよね、うん、へえ、あ、それはきついですね。そうそうそう、やっぱ、うん、なるほど、難しいね、うん、このプロになるとかはってことですか、うん、結構前のバンドも含め活動本格化だったんですか。うーん、いや、そういうわけじゃないのかな、うん、そこまでいけなかったのかもしれない、この活動の範囲が、うん、うんうん、いけないでちょっとグダグダしちゃって、うんうん、っ難しいですね。物は良かったと思うんだけど、このグループ的にも、うんうん、曲的にも良かったと思うんだけど、うん、やっぱその活動をするにあたってあんまりいい感じに進まなかったっていうのがあって、うん、結局時間だけ過ごして、うん、でもうタイムリミットっていうかみんなそれぞれ別の道、うんうん、大人の事情がね、そうそうそう、年取っていくと。でもそれでもまた違うバンドを結成してやりたいってことは音楽がやっぱり相当好きなんですね。好きですね。もう音楽なしでは生きていけられます、うん、二人さん、もう仕事だけやるってこと。それはちょっときついな。きついです、やっぱり、うん、それはちょっときついな。どうにかでも続けたい。そうですね、だからもう最低限自分の中で、うん、あの部屋でずっとやってるだけでも多分触ってないと、うん、へえ、かっこいいね。本当に好きなことなんですね。みんなそうだと思うけど、うん、やってる人はね、やってる人、お金もらわなくても全然やっていける。実際全然そのうん、収入につながってるっていうだバンドはそんなにいないんじゃないかな、うん、そのインディーズとかじゃうまくね、その本当メジャーとかでがっつり売れない限りはそんなにないんじゃないかな、うん、確かに。なるほど、うん、これからまたね新しいバンドできてですね、グレース・ケリーさんでやっても、うん、もしかしたらまた前よりねいい方向にもちろん行くと思いますし、うん、やりたいことができるかもしれないですもんね。だってまだ26歳ですもんね。もう26歳だよバンド界ではそうなんですかバンド界どうなんですかね。全然26歳どうなんですか。自分たちちょっと30近くなったら考えることいっぱいある、やっぱりあ、やっぱみんなそうなんだ、安心した。そうそうそう、やっぱ30が結構あれなんですよ、うん、は、じゃあみんなの中ではこの、いや、結婚だ、結婚も考えますよね。いや、結婚は考えない、考えない。じゃあその進路の方向性、何歳までです、うん、自分たちの、あ、そのバンド活動としてどうなんだろう。俺はそのそういうリミットっていうか、そのなんていうの、がっつりこのこうやってラジオに出て CD 作って、そのライブしまくって、その人に知ってもらおうっていう活動をするのは、そのそうだ、27とかその辺で、 あとはもう別に好きなことだから別に売れようが売れまいが、うん、その後は別にライフコースを勝手にやっていくと思うし。なるほど、うん、なんでじゃあ特にもう10代のこの若い人たちにアドバイスできることって言ったら何ですかね。チャーリーさんじゃあいいっすか。そうですね、やりたいことがあるんだったらとりあえずやってみた方がいいと思います。俺はいいですね、うん、どう転ぼう
が、とりあえずやってみて、うん、で、いけそうだったらやる。超思います、うん、本当にそれは思う。そうね、本当ちっちゃい、なんかいきなりさ、でっかい規模ででっかいことやろうぜとか、でっかいとこ目指そうぜじゃなくて、うん、本当に小さいことでも小さい規模でいいから、うん、その自分の理想の形に近いものを一回やってみて、うん、雰囲気掴んでいったり、うん、でうまくいけばそれがもっと大きくしていけばいいと思うし。そうですよね、本当にもう10代とかもう20代の前半も本当にお金で買えないですよね、うんうん、どんどん挑戦してほしいと思います。はい、ここでですね、今日ラストの曲いきましょう。はい、よろしいでしょうか。曲紹介、2曲目はそうですね、グレースにすごく影響を与えてくれたバンド、グリーンデイのカバーをお届けします。グリーンデイでバスケットケース。間に合ったって、間に合ったって、えびっくりした、来た、発明、本当に来たよ。エコザイルさん、こんにちは、して。どなたでしょうか。知り合い？うん、知り合いでしょ。あ、ちょっとだけ少々前。あ、今言ってる。あ、こんにちは。有名な曲ですね。こんにちは。本当に来てくれたの？ございますか。最後に言ってたよ。結構経つの早いですね。そうですね、もうエンディングなんで。ちゃんと。ついでにじゃあ来てくれたんですね、ラジオがあるの。そんな人もラジオ来てるかな。ここで、ここでやってますよね。あ、何ですか。ラジオ、あ、はい、流れてます。めっちゃいいわ。いい音。いい音、いい音質。ラジオで流れてるから。嬉しい、やっぱ顔な、これも顔なのか、似てほしい顔だと思う。お母さんが、これは、たぶんゴーヒってやつだったの。ゴーヒだ、本革じゃない。本革でこれだったら、結構、たぶんこの材料だけで一枚じゃないけど、本革って言われても嘘つかない。本革ってね、難しいよ、この定義が。合皮ってもう完全にプラスチックでもないし、完全に革でもない。へぇ、こんなのは分かるの。これはもうすぐ分かる。へぇ、雨に濡らしたかった。濡らさない方がいいの、どっちにしよう。で、濡れて も乾かすのさ。大丈夫、大丈夫。エンディング2分ぐらいです。はい、すいません、盛り上がってですね。何でしたっけ。最後は言うことある。もう一応告知もちらっと触れて、3週も私来週言えば大丈夫なんで、うん、5時6までお願いします。進撃いいじゃないですか。いい、でもそれぐらい喋ったんで早いね。楽しい、しんどい。ありがとうございますね、コメント。あ、コメント、はい、話が盛り上がったんで。あー、気づかないと思った。大丈夫ですよ。ありがとうございます。今日で13なんで、約60人が見てます。全然もっと皮剥がしたらもっと面白いですよ。ですよね。こんな感じがする。皮。皮剥がしたら。本当はどうなんだよ、その、これ今日引きこもりだから、そのライブをするときはすごく威勢がいいのかもしれない。けど、通常別にこんな感じだよね。あ、そうなんですか。もっとなんかボケの回数が多いかなぐらい。シュールな感じで
ボケそう、うん、最初ボケ伝わんなかったもんね。最初は金がしんどい。例えばえ、なんかライブハウスでいらっしゃった時、あれボケ伝わんないと思った。やだこのラップ殺しゲームすごいっす。あれ、え、俺のあれが悪かったの。確かにあのボケてましたね、前ボケてたけど、伝わる。はい、シーミアムーカ、開けまーす。うんじゃないっす。どうぞ。はい、ホネラジオ、今週のゲストはグレス・ケリー、山口とチャーリーです。はい、さーい、ありがとうございました。ですけど、どうでしたか、今日のラジオ。ラジオ面白かった、一瞬でしたね。楽しかった、超嬉しい、本当ね。いやー、もうオリンピック終わったからどうなるかなと思ったんですけど、全然、沖縄もまだまだ暑いですね。暑いですね。そして FM ギヌアンもまだまだ暑いですね。暑いですね。はい、また来週も激アツな話題とですね、またゲストもまた紹介していきますんで、また今後ともよろしくお願いします。はい、最後に一言お願いします。一言、グレス・ケリーはまだまだこれからもっと活動して、いろんな人に知ってもらいたいなと思っていますので、はい、どこかで見かけたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今週のゲストはグレス・ケリーさんです。今後との活動も皆さん応援してもらえるかな。いいと思う。聞いてね。はい。はい、以上、ホネラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。お疲れ様です。いいですね。リアルな長寿です。長寿です。めちゃぶりですいません。でも合わせないといけない。いや、本当に約50名で。お疲れさんです。コメント来てる。よかった。それが一番嬉しいですね。独特の緊張感が、うん、あれ、さっちゃんともっとこう、あれ仲良くなりたい、ね、そうだね、仲良くやって喋って、 そしたらまたもっと面白い、あの無茶ぶりとかもできる。2回目だったしね。結構あれでもね、土壇場でやり取りしてるよね、俺ら、うん、だってうん、企画者の方、名前何でしたっけ、今さっき言った、新川氏じゃなくて、新川さんも結構喋ってたんですけど、で結構ゲストさん、仲いい人だったんですけど、こうきくんは、本当にあのイベント以来なんで、結構、無茶ぶり仲いいですね。ごめんね。あれから会ってないもん。ちょっと普通にみんなで飲みに行ってからね。そうだね、ほんとフランクなトークがしたいね。絶対面白いと思う。ね、そこまで。次のライブは11月12日。11月まだ決まってないけど、話が来てるって、出演決定はしてないけど話は来てるっていうのはあって、で、その11月には自分たちの主催イベントをやろうかなって。内容どんな感じ？内容はね、そのここと結構似てて、そのすっごい分かりやすいあれで言うと、あとワンダフルワールドがある。それでメジャーなアーティストがこうやっぱり人目に触れれるわけじゃん、うん、でもああいう場所って相当な上の日本のトップの人たちしか出れないから、そういうのを、はいはい、ちょっとでもこのなんか地元にスポット当ててみたいな、はい、で周りでも頑張ってやってたけど、それをそのライブハウスにお客さん来いっていうのはずっとやってたことだから、それを野外でフェスってことですか。フェスみたいな感じで、そのインディーズみたいな頑張ってるやつらにスポット当てられたらなと。わー、めっちゃいい企画。それの時間、その日にちと出演が2組ぐらい決まってるんだけど、場所がまだそのいろいろ2点、3点あっても決まってないっていうのは結構焦ってる。野外ってことは外であれば、外であればいいかな、うん、でもそのいろんな規制が出るから、ね、外と音とか、なるほどね、ゴミとかもいろいろ考えられるし、
今そのアラハビッチのステージとか今海行くいいのかなって、そうそう、連絡取っていろいろ企画書とかにしてみて、そこなんかできることあってくれるの？あのね、場所なんかいいとか知ってるの？そういうどちらというか比較的やったらいいけど波の上は沖縄国